布団は、パヤマカタイの中編小説。日本の自然主義文学を代表する作品の一つで、また私小説の出発点に位置する作品とされる。新小説1907年9月号に掲載され、後安風社から刊行された、カタイ州に収録された。末尾において、主人公が女弟子の使っていたヨギの匂いを嗅ぐ場面など、性を露悪的なまでに描き出した内容が、 当時の分断とジャーナリズムに大きな反響を巻き起こした。日露戦争後の当時、島崎東村の破壊が非常な喝采を博し、国木田どっのどっ集が好評であり、私は一人取り残されたような気がした。何も書けない。私は半ば失望し、半ば焦燥したという状況にあった。課題は破壊を強く意識しつつ、ハウプとマンの 寂しき人々も参照し、自身に指示していた女弟子との関わりをもとに、布団を執筆した。自分の恋愛をモデルにした小説としては、これより先に森外の舞姫があったが、仮想のドイツ人女性を妊娠させて捨てるという内容であり、女弟子に片思いをし、性欲のもだえを描くという課いの手法ほどの衝撃は与えなかった。小栗風洋は、布団の 中年の恋という主題に着目して、恋ザメを書いたが、自然主義陣営の仲間入りはできなかった。以後3年ほど、課体は分断に君臨したが、一般読者にはあまり受けなかった。布団は私小説の出発点と評されるが、私小説の本格的な始まりは、1913年の近松昭恵の疑惑と木村壮太の犬印だとする平野剣の説がある。 カタの名優とも言うべき、島崎東村は、その後、名都のジョージを描いた、新星を書いて、カタにも、衝撃を与えた。カタや藤村は、その後、むしろ平凡な日々を淡々と描く方向に向かった。34歳くらいで、妻と三人の子供のある作家の竹中時雄のもとに、横山よし子という女学生が、弟子入りを志願してくる。はじめは、気の進まなかった。 時代であったが、よしこと手紙をやり取りするうちに、その将来性を見込み、指定関係を結びよしこは上京してくる。時代とよしこの関係は、旗から見ると仲の良い男女であったが、よしこの恋人である田中秀夫もよしこを追って上京してくる。時代は監視するために、よしこを自らの家の2階に住まわせることにする。だがよしこと秀夫の中は、時代の想像以上に進んでいて、 怒った時をはヨシを破門し父親と共に帰らせる。ヨシのモデルは固いの弟子だった岡田道代、秀夫のモデルは恋人の永代静夫である。布団の世表が高まったことで、二人の人生にも大きな影響を与えた。本作品が発表された直後の明治40年10月号の早稲田文学において、島村宝月、小栗風洋、相馬漁風。 型紙天元楽人の論者が合同で、布団合表と題する書評を寄稿している。その中で、島村宝月は本作を、この一編は、肉の人、赤裸々の人間の大胆なる、残悔録と評した。中村光雄は、風俗小説論で次のように論じた。私小説では、作者と主人公が同一視され、作品が、作者の主観的トロに終わってしまい、 文壇とその周囲の狭い読者だけを相手にせざるを得ない。また、脚本家と俳優を兼ねる作者は絶えず文学を演じていなくてはならない。こうした詩小説の欠陥は布団の中にはっきり備わっている。大塚英治は、ヨ子が文学によって加工の私を生きようとしたと捉え、日本の近代文学はライトノベルのようなキャラクター小説と同じだったと論じた。 収録作、布団、隣室、ネギ一束、春の町、阿流舎、勝子家女、田舎行き、剣道、真岡、姉、少女病、一兵卒、ひす前、日本文学大辞典、私小説の講など新聞連載で、新生を読んだ課題は、島崎は自殺するかもしれないと、心配したという。平野健、島崎東村人と、文学、ご遺新。 田山課大臣と文学弁正出版2008年11月15日91ページ ISBN 978から45億85051954早稲田文学1907年12月風俗小説論新調文庫版 P46 から47大塚キャラクター小説の作り方 P287 から302307 ありがとうございます。